Hello everyone, I am Yayoshino。 よろしくお願いいたします。さあ、ということで、今週のデイリーレース C をやっていきます。舞台はディープフォレストレースウェイということで、13番手スタートとなりますね。あんまりね、そうだね、やっぱり、この順位を守りきるか、一個抜かしたいという思いもあるのですけど、この順位を守りきるっていう感じでいきたいなと思います。では、レーススタート。デイリーレース C コース、ディープフォレストレースウェイ、2024年の4月15日ですね。よろしくお願いいたします。燃費が2倍、タイヤ摩耗が5倍で、最低ピットストップ回数が1回だね。どんなレースが待ち構えているのか楽しみにしています。今週のデイリーです C、 ディープフォレストレースウェイ、3、2、1、スタート。最高にいいレースとしよう。後ろは大丈夫。デイリーです C からの始めですからね。始めですか。ぴったりついていって、片っ端から抜かしてやりたいところですけど、ペナルティ。1台スピーした。ちょっとここで入ってみるか。1周目ストップ作戦で。コースアウトペナルティーか。まだまだこれから。危ない。いやー、それでもカット取られるのかよ。まだ最下位から動けないか。
やー、きついか。あ、1台ミスったね。譲ってくださった、ありがとうございます。また1台見せてるよ。前を抜かせば元の順位に戻るか。いやー、前抜かしてきたか。一気に攻め込みますよ。いやー、手ごわい。一気に攻め込みたいところだけど、クリーンなレストは守らないとな。もう目標はもうクリーンレストっていい？いいか、クリーンレストを取れば、取りに行きましょう。いやー、厳しいレースだなこれ。ちょっとぶつかった。1台ペナルティだけど、これは届かないよね。いやー、厳しいです。いやー、きついなーこれは。いやー、厳しい、本当にこれ。ここのコース、本当に厳しい。デリーですし、ディープフォレストレースベイやっていきました。いやー、厳しいですね、本当に。
もうフォード GT、もう見てみますとね、GTR ね、まあ、ここの適正、本来であれば、ここ適正じゃないのですよね。本来であれば。なんですけど、それでもスピーディーにならなかったのは、やっぱり幸いとして、ペナルティばっかり出してしまったり、しまわれたりだとか、あと適正車、そういうのも相まって、結構きついっていうか、もう厳しいレースでした。